こんにちは、ゆっくりリブルは、この私、カマキリが美味しくいただくところです。こんにちは、そしてこんば。リブル、大丈夫？大丈夫ないかも。幽体の声になってる。カマキリさん。このシリーズ丸1からの約束を保護にされてのう。今回それをテーマにしますので。食べないでー。頑張りますによって。ふ、良いとも思ったな。どうやら長い夢を見ていたようだ。夢じゃないわよ。そうか、僕のために泣いてくれて。ゆっくり茶番劇に分類されたらどうするのよ。それは。いろんな意味で大丈夫だよ。今回は、直感でわかる進化論的な内容をお送りしてみるよ。サムネには中学生にもわかるかも。だって、今までわかりにくかったもんねー。そうだよねー。はい、まずは一般的な進化論のイメージから説明すると。まず、とある種類の生物の個体群があることを前提にして、それらの個体には多少、視力、聴力、噛む力、歩行速度、病気耐性など諸々の値でばらつきがあり、自然選択によって、多くの個体の中から、子孫存続に有利な性質を持ったものが選ばれる。個体群の中でその有利な形質を発現する遺伝子を持つ頻度が高くなり、それが遺伝子によって子孫に伝わるので、生物は進化する。なんか架空のものが混ざっているけど、ランダムな変異と自然選択によって、様々な生物が現れたとする仮説が、一般的な進化論の中心軸と言えるでしょう。結果論としての自然選択説は否定しないけれども、ここではこの従来の進化論に異を唱えているのね。まず、生物に様々な個体差があることは事実だが、その選抜のみで、本当にあの豊かな生物史が描けるのだろうかという疑問。もうダーウィンの時代からずっとある疑問ですね。この理論では、地球は、他個体との競争に勝ち残った超ハイスペックな単細胞生物しか、未だいなさそうに思う。微細な積み立てによる変化では、その途中段階の有利さが不明で、カマキリの前足一つ、ゲンゴロウの後ろ足一つできないんでないだろうかということね。ドーキンスは、なだらかにすれば不可能な山に登れるというが、何世代もかけてのなだらかな山にすれば、その中間段階の個体は何世代にもわたって存続することになるが、生物は進化するときは一気に進化している。カンブリア紀しかり、石炭紀頃の昆虫類しかり、白亜紀から新世代にかけての、被子植物しかり、鳥類しかり、哺乳類しかりだ。飛べない段階のコウモリや、徐々に首が長くなっているキリンの連続化石はないのね。もっと短時間しか存在しないだろう。魚を飲み込んでいる魚の化石や、交尾中の生物の化石などは見つかっているのにね。実際は、化石も系統も階段状なのに、なだらかにすれば不可能な山も登れるとおっしゃるのは、仮説に現実を合わせようとする試みに思える。時移動期進化論者は無理に化石を、理論の形に、はーめてしまいそうにーなるけれど、それをせざるを得ない深層心理には、自らが信じる唯物論的世界観を守ろうという、自己保存が見え隠れする。リブル、中学生には難しいんじゃない？まあ、こういう個体差で歴史を論じるというのは、剣豪や忍者など、個人の武力に長けた人を集めれば、天下が取れ歴史が変わると言っているように聞こえる。兵団の仕組みや兵法、大義名分、国づくりの知恵、統治システム、君主の徳などが関係してくるのよね。もちろん数多くの個体の中で、繁殖まで生き残る個体はごくごくわずかなので、食物網や生活環境といったフィルターを通して、数滴しか落ちてこないと、何か秀でた性質を持ったものが徐々に残るということはあるでしょう。でもどういう変化をすればフィルターを通るのか、誰も予測することはできない。このランダム変異プラス自然選択は、科学理論ではなく、後付けの説明にしかならないことも難点だね。反論したい人は多いだろうけど、適応度といういかにもありそうな数値があると考えられているが、自然界の膨大な諸存在の中で、ある生物の適応度を、事前に言及することは誰もできない。中学生向けでなくなってる。やはり各国の平成、統治システムの優劣、大義名分、徳などが数値化できれば、どの大名が天下を取るか、ある程度科学的な予測が立つが、それでも無理でしょうよ。個人の優秀な遺伝子に着目していては、歴史はわからないんでないかな。自然選択は、この物質世界に基づいた次元に限り、事後的な説明用語としてのみ進化を説明している、というあたりが現代進化論の効力範囲でないだろうか。そんなケースだと、またリブル食べられちゃうんじゃない？ああ、その声は、稲荷明神の乱ですよ。前回の動画、日本人の約8割は、神仏や霊魂は存在するかも、って肯定的な回答をしていたんでしょ？そうでしたね。一方の、この世しかないって信じている人が、唯物論家の教義、ダーウィン論を報じているように、霊的存在を信じている人は、それを前提に生物進化を考えても、お愛子じゃない？という助け舟をもらったところで、雑談シリーズ丸1から丸4をまとめた雑談をしてみよう。やっぱり雑談なのねー。先ほどと同じくネズミ風古生物登場、霊魂なる存在を考えて、はい、虚数なの？中学校で習わないよ。あんまり深い意図のない雑談なり、生物まるっと複素数風に捉えてみる。
こっちの世界から見れば、そっちこそ本質の影なんじゃない？平凡の洞窟の比喩ね。地上の生物が虚数にされてる。地上で生きた生物は、必ずこちらに戻ってくる。で、人間以外の生物は、分根というまとまりになるんだったね。この数字は個体数というわけでもなく、エネルギー量のようなものとお考えください。それが例えば食物連鎖で、アニマ的なその量が移動するのではないか。植物は光合成で増え、食べられて減るのね。霊的存在の誘導性を考えているのだね。まあ仮説だよね。まあ、この説明も、自然選択より一つ上ぐらいの次元の説明であって、もっと上位の価値尺度を持ち出せば。例えば生態系全体への貢献度みたいなものとか。うん、もっと工事の要素はあるんだけど、とりあえず積み上げ式にこの段階での進化仮説ね。今のところ、進化の理論はなかったようだったけど。お気づきだろうか。はい。種のレベルから見たら、どの個体もそれほど優劣なく、どの個体も1とみなしていることや、種が変わればその種社会の個体すべては、いずれ変わっていく構図が、今西金字の非対性の進化論をなぞっていることを。もう中学生はるかに置き去りだよ。今西進化論知っている中学生がどこにおる。まあこういう中学生でもわかる的な標語の対象って、その分野に少し関心を持っている大人なんだよね。目の分かりで見開き直った。過剰表現を慎んでお詫びいたします。では、先ほどのような構図に時間軸も加え、わかりやすく進化物語を創作してみよう。直感でわかりやすくね。うん。え？じゃなくて、わかりやすくって言ったでしょ。よりによって関東戦国史、わかりにくいんだよね。普通にお願いします。生息地域、食草を別とする、オレンジと黄色の2種の蝶がいて、それぞれ繁殖していたとする。ふむふむ。ここにまた別のアリとハチがこの生態系に関わっているとして。両方とも捕食者なのかしら。スズメバチは幼虫成虫の天敵かな。あれ、アリは同盟関係？オレンジの幼虫が、アリと共生し始めたとする。数字に変化が現れているね。で、寒冷化によって植生が変わると蝶のポテンシャルも増える。今のところ謎の数値ね。ある程度数値が溜まり、生態系の中に空いた利用可能領域ができれば、植草など何か変化が必要な場合、種は分岐するんであるまいか。ふーむ。ハワイにバナナが持ち込まれたり、湖が急に出現した場合など、植生の変化が在来種の種分化を促すようだけど。これは前々前回に紹介していたシュタイナーの霊的階層の、まだ低いあたりの次元での要素だと思うけど。もっと高次の生物変化の要因があるというわけね。まあ、そのあたりが我々の本領でもあるんだけどね。進化論には、自然選択もいるけども、その前に、霊的存在の動向が変化の要因になる場合もあるということね。例えば、バッタやカマキリなどには緑型、茶色型があるけど、温暖化して1月まで日本でも緑の草原がある状態なら、茶色型の幼虫が大量に魂状態で帰るようになり、何か体色の変更を促すようなことがあるかもしれない。あれ？遺伝子とかで説明つく問題じゃないの？オオカマキリは雌雄緑同士掛け合わせても茶色のものが出るらしい。詳しくはよくわからないんで雑談なんだけど。一応、カマキリさんとの約束で、霊的世界を前提にして、進化論をもう少し深掘りするといったあたりを話してみたよ。あらやだ、もう8分過ぎ。こういう羽隠し一つとっても、なぜ甲虫なのに、防御の前羽を短くし腹部を露出したのか。さっき一時的に前羽の防御力が弱くなったろ。なんか妙だったわ。こちらもそうだけど、向こうもうまくいってないようね。なぜ、複雑に折りたたまれた後ろ羽を獲得できたのか、すべて偶然を紡いで書く物語作家にはもう飽きた。君たちのガンダムごっこにもね。すみません。それで進化論のモット奥義は、ランさんたちによるデザイン論になるのね。いや我らはまだまだ奥義の手前であって、想像を司っている工事の意識もおられるんですよ。まあ、今回はこのあたりで。ありがとうございました。はい、ではリグルの命は繋がったでしょうか。多分大丈夫。はい、ではここまでご視聴いただきまして。ありがとうございました。こんにちは、私も肉食なの。